はい、マッソゲームズです。はい、皆さん今回ですね、超マスクラマッソルマインクラフトパート70やっていきたいと思います。まだパート1からパート69見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいです。前回はあの後ろに見えるネザーゲートを通じて要塞までの道のりを作っていきました。で、今回はですね、その、ネザーの要塞により行きやすくするために線路などをこういう風に作ってきたので、これで道を作ってそこまでをつないでいきたいと思います。まあ、より簡単に行ける方がいいよねっていう話ですね。はい、では早速向かいましょう。あえてこのね、あの灯台のてっぺんから始める必要は全くなかったんですけど、やっぱりね、見栄えがいいっていうことでここから始めたくなっちゃいました。鉄だけちょっとね、あのこの倉庫から持っていきましょうか。鉄だけね、鉄結構まだね大量にあるんですよ。これ火打ち石とりあえず使わないんで、これでいきましょう。レッツゴー。だいぶこう拠点周りがね綺麗にはなってきてるんですけど、最近ちょっと建築系は全くできてないのでね、少しまたやりたいなっていうのはあるんですけど、はい、では行きましょう。ではこっからレッツゴー。海底神殿トラップに向かうこのトロッコも途中までしかまだ繋いでないので、この部分もね、なんか繋いでちゃんとこう回転神殿トラップに行きやすく、うん、するように今回していきたいと思います。なんだかんだね、鉄が足りなくてまだ未完成だった部分が結構あるんですよね。まだここまでですね。ですんで一回これをこうやってトロッコを置いて、よし、こっからですね。で、まず加速レールをここに置きましょう。これ壊しちゃって、加速レールをポンポンいくつか置いて、でここら辺にも置いて、こんな感じで置くところだけ決まってれば大丈夫かな。よし、ちょっと置きすぎだね。ここをスタート地点にして、で、あとは普通のレールにしましょう。で、この部分にボタンを置けば、これで作動するかな？これどうかわかんないんですけど。あ、作動しますね。で、ポンポンポンと。よし、これで OK と。で、この部分にレッドストーントーチを置いていきましょう。ほい。よし。これで一応 OK から、もう一つ加速レールにしちゃいましょう。これで、トロッコを、まあ、作りまして、で、これで、あー逆だ、そっか、ここを閉じとかないといけないですね。ブロック、どうせだったら明るめのブロックにしましょう。これで、で、トロッコでレッツゴー。ちゃんといけるかな。よし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 、 OK ですね。ということで、これでしっかり作動するのが確認はできました。まあ、ここまではとりあえず、簡単に来れるようにまあなったということなんですよ。で、ここで乗り換えてあちらに行くようにこうしたいんですよね。で、こっちなんですよ、行けるようにしたいのが。で、ここはハーフブロックを置いてちょっと道を作っていきたいと思います。はい、今回ここまでの道のりですねを簡単に来れるようにしよう。で、ハーフレンガでこんな風にとりあえずしていきましたと。ここは石レンガにしておきましょう。これで落ちなくなるでしょう。これでジャンプしなければとりあえず落ちないと。で、こっちも怖いんだ。よし、よしよし、オッケー。で、この部分を次はハーフブロックで固めていきましょう。中途半端になっちゃいますね、4列だと。まあいっか、5列にしといた方が良かったのかもしれない。
怖いな。ちょっと落ちそうだもんな、なんか俺。よし、オッケー。で、まだハーフブロックがあるんで、この部分はちょっと見栄え良くしたいなっていうことで、石レン、この部分と、ハーフブロックでちゃんと変えていきましょう。見た目重要ですよね。ほい、ほい、ほい、ったー、やったー、いい道ができましたね、これね。どうせだったらシーランタンをいくつかのところに置きましょう。綺麗だからね。これでモブ湧かないでしょ。いいっすね。うわー、あいつ許さないということで倒す、この野郎。あー、やっちゃった、やばい、攻撃しちゃった、攻撃しちゃいけないやつに。やばい、攻撃しちゃいけないやつに攻撃したからさ、ゾンビビッグマンが襲ってくる可能性があるんだよな。大丈夫かな。なんとなく大丈夫そうですね、ゾンビビッグマンね。で、次はここに線路を敷いていきましょう。どういう風にしよっかな。ここでいっか、 ここまで続く線路にしよっか。線路ポンポンポンと置いて、で、普通に、まずは普通の線路でつないでいきましょう。線路が続くよ、どこまでも。で、次がこっち側を、ここスタート地点にして、こういう風に繋いでいくと。で、ところどころを加速レールにして、で、この部分には石レンガを置いて、からここの部分にはこう置いて、よし、乗ってみましょう。レッツゴー。おー、いいねー。ブイーンと行きまして、うわー、いいね、ちゃんと作動する。しかもちょっと怖い、アトラクション付き。もう一回、よし、アトラクション付きです。あ、今度は大丈夫だった。おー、で、降りる時もちょっと怖くないか、ちょっと心配なんだよね。大丈夫だね、降りるときにさ、落ちないようにとか。で、こっちに乗り換えて帰ると。おー、かなりいいですね、これは。音がなんかタカ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 タってなってるけど、結構長い道のりだけど、やっぱりトロッコを使うことによってなんか辛さがない、遠くても。ゾンビビッグマン攻撃してくるかな。大丈夫そうだね。大丈夫そうです。っていうか、ゾンビビッグマン多いな。ということで、はい、今回はトロッコをね、作り上げたっていうね、まあそういう回でございました。なんかちょっと内容薄い感じは否めないな。ただ次はさ、そのエンダードラゴンに挑戦するぞっていう回だからさ。はい、ということで今回はです、あーもう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 やめてくれ。おい、持ってくんじゃないよ、もう。よし。はい、ということで今回は、このように、ゲートね、エンドゲートまで行く道のりを作っていきました。これでかなり簡単に行けるようになったんじゃないでしょうか。ということで次回ですね、いよいよエンダードラゴンに、まあ、挑戦行こうかなと思いますので、ぜひまた皆さんね、次回も見ていただけたらなと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。いや、もしかしたら次回は、準備の回にするかもしれないわ。
はい、ということでまたぜひご視聴いただけたらなと思います。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。